こんにちは。おはようございます。ライドです。ライドです。皆さんライドのチャンネル登録はお済みでしょうか。はい、済ましたよ。もちろんですね。えっとこの動画まだ始まって間がないですけど、早い段階でグッドボタンを押しまっても結構です。はい。どうぞよろしくお願いします。えっと伝説のレーサーシリーズ。今回はごめんなさい、勝手な質問全く聞いたことなかったです。そうだねね。あの。 早くして亡くなったライダーだからね。はい。えーヤーのサーリネンさん。はい。今ご紹介いただきましたヤーのサーリネンさん。もヤマハの伝説ライダーなんだけども、<あ>ヤマちゃんの手元にはどんな記事がある？あちょっと読んでみてくださ、はい。はい。じゃ僕いつものこと俺の本当に。 新しい情報源としては最高だねあそうなんですね僕ニュースじゃなくてくださいウィキペディアに全部載ってますあっはい。まにそのウィキペディアからまた抜粋してご紹介させていただきたいと思いますまた挿入できるエッセイエッセンスがあれば私の方からぜひお願いいたしますヤーノ・サーリネンさんは1945年12月11日フィンランドトゥルク出身 生まれですねフィンランドのトゥルク出身の元バイクレーサーニックネームはフライングフィンそうだねフライングフィンフライングフィンもともとはアイスレースのライダーだったがロードレースアイスレースって何ですか氷上レースでタイヤにスパイクを打ってもうバンク角は70度ぐらい出たままバーッと走るという一応スパイクはついてるけどこんな長いスパイクがついてる だから転んでマシンと体が外れたら大変だよ<ー>そのこんなピンが回ってるやつが来るんだもん<ー>めちゃくちゃ危ないレースだよ<ー>、うん、今でもあんのかなやってると思うよやっ,やってると思うよまあそのアイスレース出身の、うん 方です、はい、えー、世界グランプリで活躍しこれはあのオートバイのロードレースですね通常の、はい、世界グランプリで活躍し、うん、ヤマハのマシーンで、はい、1972年に、うん、世界 GP250cc クラスのチャンピオン72年に最初のチャンピオンを取ってんの、はい、ということは市販レーサーが出た年だから72年そ,そ,、ね、その年に市販レーサーで 250?、はい、250へえ。 そうなんだ市販レーサーで出,て出た年 TD2 っていう空冷のね<ー>私もその TD2 を乗ってたんです<ー>国内でこの時1972年って片山さんまだ国内ですか国内で73年三年翌年ですね、うん、ヤマハワークスライダーとして世界 GP500cc クラスと 250cc クラスに出場ああ一気に <ー> 500cc 初戦で優勝するなど好調だったが、うんうん、しかし第4戦イタリアグランプリモンツァーサーキットの 250cc クラスでスタート直後に発生した多重衝突事故のため死亡ちょっと待ってよ。ということは72年に250でチャンピオンを取って、はい、それでそうか俺が74年に行った時にはヤーノがもう亡くなってたから。はい 金谷さんと走った73年かモンツァはいでモンツァが73年の何戦目第4戦第4戦うんだから72年でチャンピオンになって翌年にも亡くなっちゃってるとこですねそういうことだね<ー>あ俺はもっと何回もチャンピオンを取ったんではないかというイメージが頭のどこかにはあった、うん、あ,ああ,それほどあの ヤーノサーリネンさんのライディングと、うん、あの独特な、えー、ステアリングバーの角度が違うのよ<ー>、うん、それは後で言うけどもそれによる乗り方が違って、うんえー、だからインパクトがすごく強いしヤマハの岩田のテストコースに矢野さんが来た時に俺は顔見たことあるもん。 えー、に日本に来られた時ですね、うん、それも今の話だと72年73年どちらかってことかですねなるほどお73年ですよあの73年にあの、えー、テストライダーをあの毎月1回ヤマハに行ってたからねなるほどちなみにその亡くなられたレース どのような事故で亡くなられたのかということなんですけどこれはい、はい、じゃあ改めてレースというものそのものに対して後世、うん、に、えっと、こう警笛を鳴らすような内容なんでしょうねサルリネンさんが事故死したイタリアグランプリ 250cc クラスのレースの直前には 350cc クラスのレースが開催されました。うんうんはい 350cc クラスのマシンがオイルを拭いて、うん、コース上にオイルが残ったままの状態で十分な処理も行われていなかったと言われています4ストロークが全盛時代だったからねまだね、うん、だから2ストロークだったらオイル拭くっていうね、うん、言い方しないけども4ストロークだったらエンジンがボンといくと、うん、なるほどコース路面にオイルが残った状態のまま 250cc クラスのレースがスタートうん、うん、なるほどトップで飛び出したのは アイルマッキに乗るレンソパゾリーニさん。うんうん、あのアイルマッキはその後ハーレダビドソンになるんだけどね。ああ<ー>、うん。まあこれレンソパゾリーニ。パゾリーニ,パゾリーニもう、はい、この方も眼鏡をかけた、えー、ライダーであのものすごく速いライダーだった<ー>イタリア人。 これをサーリネンさんと同じくヤマハワークスライダーの金谷英夫さんが追う形になり直線を加速していったとなんで最初がパゾリーニさん、うん、次サーリネンさん、うん、で3番目に金谷英夫さんが走ってるっていう状態ですね、うんうん、クラスは何って書いてる、はいえー、?250cc、うん、で,でエンジンが置いちゃっておいてたんで250であの金谷さんと出ていた出ていたと、はい、ところお年は250と500に挑戦したんだよね そうです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 はいえっとまあ123のその形で 250cc で戦ったその最初の第一コーナーなるほどあそこもバンクがあるんですよ第1コーナーあるんですか第一コーナー手前の直線部分にオイルが残ってたんですあそうなのはい。コーナー手前の直線ですよにオイルが残っていたためまず最初にパゾリーニのマシンが横滑りして転倒うん 直後につけていたサーリネンさんは避けきれずにパゾリーニさんに追突してしま,いますなるほど。うん、で、2台のマシンと2人のライダーの体がもつれ合う格好で、うん、そのまま高速のまま交差を落とし、うんえー、側壁などに叩きつけられたという結果ですね金谷さんからあのダイレクトにその時のシーンを聞いたことがあるんだけどもあ,、はい、あの、えー、バンクの中で。うん かなえー、金さんはエスケープゾーンに逃げたと言ってたあ<ー>であのかなりパニックってたと自分自身を金谷さんは言ってたし、うんえー、というのは後ろからバンバン車がバイクが来るから<ー>で、えー、転倒して自分がブワーッと慌てて逃げたのはバンクの上の方に逃げたと<ー>、うん、上に逃げるとマシンってあの右カーブだから。 どん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 転んだマシンが逃げた方向に来るじゃないああでその後もう一度改め直してイン側の方に逃げたっていう話を実際にしてくれたああああじゃあもう大惨事だったんです、ね、もう転倒したバイクの数とんでもないんじゃない五台10台じゃ済まないかもしれない、まあ、<laughs> 台数までは書いてないですけど、うん、まあ一応この情報ではですね、うん、えっと先ほどの1 2 3代目に金谷さんがいましたよね、うん、金谷さんも転倒し、うん、マシンが炎上、うんえー、後続のマシン群も路面のオイルとトップ3での転倒に巻き込まれて多くが、えー、っと衝突転倒する台数までは書いてないけどもう次々に転倒してたて右バンクの手前のところにオイルがあって多分そこでブレーキングするみたいな状況なのかでしょう、ね、寝かし始めなのかそれで続々転んでしまったんだね。 最初に、えっと、一番最初に走ってたパゾリンジさんとサーリネンさん一二、うん、のこの2人がこの事故で亡くなると。悲惨な事故ですねあのちょうど、えー、数週間前に、うん、あの奥さんでもあり当時は彼女だったのか、うん、あのソイリさんっていうんだけどもやり取りをしていたら、はい、あのケント・アンダーソンの話になってね。<う> ケントの何か写真がアップされたやつにソイリーが書き込みしたから<ー>で俺もそれであの書き込みでやり取りしてて、うんえー、まあソイリーも俺を知ってるし、えー、ケントが俺の父親役でずっと、うんうん、お世界グランプリを引っ張ってくれたんだっていうことを、うんえー、改めてソイリーに、あのー、俺が、うんうん、説明したのよ。 でそうなのよねケントはものすごくあの優しくて親切だよねって実はって言ってこのレースの話をしてくれたの、うん、実はこのレースをスタートする前に、うん、その350のレースであのオイルが吹いているからコースに流れたままだから、うん、気をつけろよって言ってに、うん、に言いに来たのケントさんがケントが、うん、わざわざ。わ、うん、わざわざヤーノのところに えー「オイルがコースに出てるぞ」って言いに来てくれたのはケント・アンダーソンだけだったっていうふうにソイリーは俺に言ってくれただからケントって本当に優しいんだよねっていう言い方を、うん、<わ>当然その250のレースにケントも出てたんだと思うよ、うん、だから自分もスタートするしヤーノも走るからだからヤマハに。 えー、非常にあの認められてた、うん、あのケント・アンダーソン当然125でも優勝してるわけだから、はい、だからあそういう,うヤマハチームでのやり取りとして矢野とは非常に近い関係だったんだと思う<ー>、うん、だいろんなストーリーをほんの数週間前にソイリから聞いたところでまあケントさんつらい ねえわざわざ伝えたのに亡くなっちゃったってね、うん、しかも仲間でしょう、うんそれにそのレースがきっかけで、えー、ヤマハはその年藻に服して、えーえー、世界選手権をあの辞退したんですか、うん、走るのやめたのよ、うん、金谷さんにはあのヤマハの方は どうすると「お前が走る」って言うならば、うん、あのヤマハは続けてもいいぞっていうふうに、ん、上のお上司はあの伝えたけどもまあ金谷さんも自分自身がね、うん、一生を得る経験をし自分の盟友がなくなった当然ながらワンツーでずっとレースしてたから金谷さんがそのまま走ってればあの俺よりも先にワールドチャンピオンに 慣れてた方だよね。うん、前も話したことがあると思うけども、片山良美さんにしても、うん、金谷さんにしても。日本の選手で、俺よりも先に、うん、あの、ワールドチャンピオンになれた人っていうのはいるんですよ。で、うんえー、何らかの、いたずらがあって、うんえー、それが、叶わなかった。うん、だけでね、だからレースというのは本当に水物で、わからないよね。うん、まあ、金谷さんはそれをきっかけに。 藻に服すと決めて、うんうん、ヤンに対して今回のあ今回この事故がきっかけで、うん、えと決勝スタート前の、えー、とサイティングラップ、うん、サイティングっていうのは見,見るんですか、うん、そうねウォームアップラップだね一周コースがあの大丈夫かどうかっていうのをぐるりと走って見るっていうあ<ー>確かに日本でもねその昔はあの えー、メインスタンド前をパイロンを置いて、はいはい、そこをぐる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 こうやって、えー、のー1分間ぐらい走るだけでコースは走らなかったんですよ<ー>多分そのあとぐらいから、えー、ウォームアップラップっていうのはタイヤを温めたりー、えー、コースを採資する要はウォッチするために自分の目で1周見て回ってからスタートするっていう風うに変わったんじゃないですかね。<ー> の、あの、安全対策が行われるようになったという意見もあるそうです。うそうだろうね。そりゃ。いい加減だよね。オイルがばらまかれてるって分かっててさ清掃に時間を。かけないっていうのは。うんうん、ね。あの、えっと、きっと、その、オーマー,オートバイレースだけじゃなくて、いろんなところで。うん、あの、今では当たり前だけど、昔は。 当たたり前じゃなかっっっことっていっぱいぱあるんでしょうねそうねねそだよ、ね、今でこそ当たり前のセーフティーゾーンが、ねうん、ない行動のレースでそのままあの崖があったりさ <laughs> ガードレールがあったり海に落ちたり <laughs> すごいコースがいっぱいあったんだから。 <laughs> あのまあサリネンさんは現在のロードレース主流になっている、うん、ハングオフハングオフってどうしますか？まさしくあの体をぶら下げるっていうああまあランディ乗りに近いまあランディは足がねあの浮いているということでランディ乗りだけどもあの腰そのものがお尻そのものがイン側に落ちているっていうのに近い一番あのヤノさんがそれに近いかもしれないね戦闘、うん、的に前に伏せて 先ほど言いかけたハンドルバーのアングルっていうのが普通こういうふうに山ちゃんの街乗りのバイクでも多少こういうふうになってるよねバーエンドの方が下がってるよねこういうふうに来てでそれが矢野さんの,のはもっとこう絞られてる普通のセパレートハンドルっていうのはこのぐらいだとしたらこれがこのぐらいまで絞られてる多分25度ぐらいの角度かなバリーが好きなバリーが好きな 10度ぐらい、えー、一般市販レーサーでつけてるのが15度ぐらい、うんえー、そこから10度ぐらい傾斜角度をつけた25度ぐらいの、うんえー、ステアリングバーのハンドル角に矢野はしていただからそれの一つのメリットとしては、えー、セパレートハンドルを持った時にタンクをそのまま抱きかかえた状況になるとということだねそれともう一つは手でマシンをこじようとしないで。 えー、乗ろうとする、うん、というのはバーエンドが広ければ広いほど力で操作できるからねいろんなあライディングテクノロジーがフィロソフィーとともにマッチングして、うん、矢野さんの独特な、うんうん、戦闘的なスタイルになったんじゃないかな。うん、それを真似したライダーは多いと思うよ、うん 反合不動テクニックの元祖とだという意見があると書いてますね。うま、ん、さしく元祖と言っていいよね。うん、あとまあこれも、えっと、あくまでウィキペディアなんで事実はわからないですけど根本健さんによれば「うんうん、世界で初めて膝を吸って走ったライダーである」と。へえーえー、俺は根本健かと思ってたけど根本健は結構膝吸ってたんだよあそうなんですかうん、うん ヤーのサーリネンさんが先手なんちゃって根本さんが言ってるということですね, <laughs> んでんねなるほどえっと、まあ、次サーリネンさんはレーシングライダーに必要な体力について次のように語ってた、はい、ちなみにこう語ってたよと語っているのが片山さんなんです<あ>分かりますヤー、はい、のサーリネンんはこう語ってたぜって語っているのが片山さんなんて言ったんですボーリングをやる体力があれば十分だ ああなるほど俺はあのそう言ったかどうか知らないけども、はい、矢野さんがあの、えー「レースには体力はあんまりいらないんだ」という言い方をしたのは「うん、な橋持つ力があればいい」って言ったか「ボウリングのボールを持てばいい」っていうの 言ったのかは、うん、あの定かに覚えてないけども、うん、とりあえずそんな体力はいらないんだという言い方をしてたね。うん、彼は。<ー>マシンのジオメトリーに合わせて、マシンなりに。自分の体を預けていくっていう乗り方が、ヤーのの乗りだ。うん。変にこじないと。タイヤのあのディメンションと。マシンのジオメトリーによって、オートバイって自然にこう旋回するわけで。 それれに体を預ければいい,っていうの俺はあのまさしくそれを感じたさいたけたレースがあのオパティアというレースで鎖骨を折った時に当然力も入れられないから、うん、マシンに合わせて乗るためにその時にはフロントタイヤもリアタイヤもあのダンロップに。 変えて、なんでミシュランからダンロップに変えたかというと、ダンロップの方が。おにぎりっていう三角タイヤなんですよ。うん、で、三角タイヤは寝かせると。なり、内輪差と外輪差っていうのは、まあ、山ちゃんに今言っても仕方ないから。うん、もうみんなは知ってるかもしれないけども。うん、というのが働いて、えー。オートバイっていうのは、勝手に曲がっていくんですよで。それを。あの。力で操作を。普段はしているところを、もう操作できないから。うん それを極端にマシンが内輪差と外輪差で回ってくれるようにダンロップタイヤに変えてオパティアのコースを走って優勝したというその時には本あに乗りやすいな確かにっていうのはものすごく感じた。合わせてそのバイクなりにっていうことが重要なんだそ,うそ,うそ,うそれが全くバイクなりにというあのどんなタイヤであれ同じように。 力でってマシンの向きを変えようとしないとかやはり人間自分がテクニックを持ってるとそのテクニックをそこかしこで使いたがるわけですよ。ね使った方がいいと思うから当然いいから使うわけだけどもでももう使えないような体鎖骨を折って力が入らない押し掛けもできないんだからそんな状態でそのマシンを操る時にはマシンの方に。 そういういいい性能を持っってもらった方がいいわけだよね、うん、矢野さんは逆の発想でエンジンもチューニングしないって言ってたよ<ー>スタンダードでそのままでいいんだと<ー>もう全てスタンダードでいいんだと<ー>スタンダードはよくできてるという言い方をしてた<ー>それはねあの直接聞いたのか誰かに語ってるのを聞いたのかは忘れたけども<ー>、うん、だからあの人はあ,のあまりサスペンションをあれこれ変えたり。 難しいことをやらなかったみたいな,、えー、なんかちょっとあれですね,哲学的ですねあねライニングテクニックも、うん、オートバイそのものも、うん、ありのままあそうだを、ね、逆にありのままに体を預けてしまうっていうねそのためにハンドルバーをそういうふうにしている、うん、多分それは表情レースのところから<ー>いろんなその滑りやすい 状況をコントロールするところから来たものの考え方だと思うけども、もっと人間的にえとは言いながらめっちゃはちゃめちゃじゃないですかヤノさんっていうのがある。どういうことですかどういうエピソードですか。フィンランド人はお酒好きなんですよ。寒い国であの生まれ育った人はロシア人もそうだけどもあの白いお酒をガンガン飲む。 はい、白いお酒って何、えー、その40度も六5 0度もあるようなそういうやつですね非常に強いお酒を、はいえー、一人で一本も二本も飲むような、えー、うレースウィークは普通は飲まないでおこうとかって普通のライダーは考えるよね明日本番なのに、うん、<laughs> 前日でも。 ガガンガン飲んで酔っちへえ実際1度や2度じゃないらしいでもう二日酔いでもマシン乗ってそのまま二日酔いがないのかなというぐらいに、えー、すごいお酒を飲んでへべれけになって次の日レースで勝っちゃうというそういう猛さというかすごいところが。 それは何ですかねあの日本人でいうところの景気づけでもあったんでしょうかね何だろうね本当にそこのところは聞いてみないと分かんないよね<ー>うんいつだったかな矢野さんの,あのお墓参りを76年だか77年だかうんあの杉さんたちと行ったことがあるもう驚いたのは、うん、もう亡くなって何年も経つわけじゃないですか、はい。 ああえー、俺たたちは別別にに特なな日に行ったわわけけじゃないわけですよ、はい、お墓参り矢野さんが亡くなった日に行ったわけでもなくて、うん、ごく普通にの時に俺たちがタイミングよく行っただけで多分フィンランドグランプリかなんかの時にあえて寄って行ったんだと思う。うんうん、お墓の周りに ものすごいいい新鮮な花がいっぱいある<ー>もうこれは狂気のをここに持ってきたんじゃないかというそれも何十人もの花束が<ー>でそれが延々とずっと続いている <laughs> それほどに愛された人愛されたし愛され続けている,るということへえ すごいよね。そうそうスターがやったんでしょうか。そうだよね。たったにね。だからほんの2年とかっていう、まあブルースリーと近いようなところがあって、あ,<ー>あの、人間の生き子にとか記録とかっていうのは、うん、あの長い短いは誰が決めるのっていう話なんだと思うな。うん。あの記憶に長く俺たちが何十年も。 持ち続ければ、うん、その人は永遠に今も生きてるし、うん、だからそれほどに彼が残しただ単なる、えー、記録という、うん、チャンピオンというものだけではなくて、えー、多分に生きざまやいろんなメッセージを吐いたんだと思うよ。うん あの当時にユーチューブがあればすごかっただろうね多くの方々の記憶に刻まれたアスリートやったんでしょうね、うん、だかフィンランドではそれはそれはたくさんメディアに取り上げられたと思うよ、うん、チャンピオンになった72年には、えー、ましてやそれまでにも国内チャンピオンだよね、うん、だ国内英雄に68年ぐらいからレースしてるって、うん、さっき山ちゃんが言ってくれたからな、はい、からその当時からずっと スターだったんだとモータースポーツっていうのはあの国民の,あのなんていうのかな憧れの的のスポーツの一つだからね、うん、そうかそうかそうかましてや氷上レースもね向こうでは寒いところでは有名だからそれでも勝ち続けてうん、うん、テピラン絞りっていうあの弟分的なねはい えー、ライダーーと2人であのレースをよくしてたねだからテッピも、うん、あのヤーノがそうやってヤマハのファクトリーになった関係から、うんうん、のその後ファクトリーマシンをテピラン絞りは乗ってたねあそうかそうかあの七十年1970年に世界 GP250cc クラスのランキング4位、うん、71年には3位、うん、で72年でチャンピオンにな,りまなるたど。で、う、す、ん でフィンランドのアイスレースのチャンピオンになったの9 65年なるほど<で>それはもうずいぶん昔じゃんそっかその世界チャンピオンになるまでの間に7年間あるんですよ、うん、だから7年間ずっとアイスレースしてたんですよ、うん、えっとえいや70年から世界 GP の,の 250cc クラスに出てるんですだからそれまでの間65年にアイスレースでチャンピオン取ってから、うん、ずっとあのフィンランドでアイスレースをやってたんですよーでローードレースやりながらも あのアイスレースを練習してたって言った,練習,た、はあ、練習の仕方がすごくてノーマルタイヤで走ってたって<ー>かなと俺眉唾<ず>で聞いてるんだけど滑りながらですか、うん、でテピに聞いたらそうだって言ってたよ<ー>ちょうど3年前にあの、えー、フランスにね呼んでもらった時に<ー>テピと一緒に飯食ったんだけども、まあ、じゃあ,あの長きにわたってそのフィンランドの方々は、うん、あの応援してたんでしょうね あもうそうだと思うね65年からだからねうんそれがチャンピオンだからそのようか前にチャンピオンになるまでの何年間があったんでしょうねあの顔立ちもねあの非常にスリムでねそうなんだイケメンだからいやもうイケメンばっかりですねソエリさんもねものすごいきれいかわいい今でもあの写真 してももんねまた写真もし僕見つけたらこの動画の編集の時にあああのレジェンドライダーのやつはねできるだけいろんな写真をねはい、またらうやつも俺もできるだけたくさん山ちゃんに送るようますよろしくお願いしますということで今回はヤーサーリネンさんねえほに短命だったんだね今日話聞いて俺が驚いた28歳 山ちゃんに教えてもらうこと多いな。いやいや僕はウィキペディアに書いてるの読んで。山形秀明様様でございます。あのはいえっと皆様あの下にあのそのウィキペディアのページへのリンクはあの概要欄に記載しておきますので、もう少し詳しくって方はそちらの方をご覧ください。あのフィンランドに行かれることがあったらあのぜひぜひあのどこのお墓なのかは探してみてください。そして えー、たくさんのお花畑に、えー、花束に囲まれている矢野さんに<ー>そうちょうどね、うん、えと4年前に、うんえー、フィンランドで造船業の、うんえー、棟梁をやっている人を呼んだんですよ日本に、うんうん、それは、うん、あのバートの関係で豪華客船を作ろうと思ったからの豪華客船ですね、うん、でそれをあの災害時に、えー、宿泊地として使えるように何隻もあの えー、運営しようと思っあのバイキングの世界から、うんうん、あフィンランドの造船所は世界でも、うん、あの最たけた造船所があって1キロぐらいのドックがないと500メーターぐらいの船ができないんで世界最大の船はフィンランドが作ってるんですよ。はい、で一部だけフランスの造船所が作ってるんだけども、うん、あの主要はフィンランドで。で最初の えー、その3 5 0ークラスの世界最大の船を、えー、今でもまあパナマ運河を渡れる最大級がその幅なのでそれを最初の2隻を作った棟梁がいてフィンランド人で当然彼に来てもらって東京で「いや俺こうやって作りたいんだけども金額がいくらでどうのこのどういう手順で何年前にオーダー入れないといけない」っていうそれをずっと話を聞いているときにうん、うん、彼は。 その最初にメールでやり取りしてる時に片山隆純を当然昔から知ってて知っててで俺は当然ながらお前のファンだとで俺はお前にプレゼントがあるとヤーノ・サーリネンの T シャツを持ってきてくれたそれもちょっと探してあの見せましょうかね写真を 写真をあの片山さんのスマホでいいのでオッケ送ってもらえたら大臣にどっかにしまったからちょっと探し出してみるよ片山さんのコレクションいったらお宝山ほどありしたよねサインしてあの差し上げましょうかって今言いそうになったけど一枚しかないしなと思ってそれは片山さんが大泉もっとかヤーノ・サリネンの T シャツを今でもだから売っているということですよあ、そうなんや今売られてる 今売られてるやつを彼はわざわざ買って俺にお土産として持ってきてくれたあそんな人なんやじゃあ僕今フィンランドの人がこの動画見てたらもう怒られるね怒られないよいやいや知らないでも今から知ればいいんですよ知ったかぶりで物のしゃべるよりかは知らないことを学んでいく方がどれほど素敵かありがとうございますその言葉で今僕よりたくさん山ちゃんは その情報源持ってるんだね手元に <laughs> 便利やねえね,え <laughs> ね世の中ね, <laughs> ね<え>怖いね怖いねはいはいありがとうございますと,いと,とんでもないです、えー、今週も今回はヤノさん年次の音松、はい、山さんよろしくありましたいや素晴らしいあのヤ、ー、ノさんね総理さん本当に素晴らしい時代を築いていただきましたあのー、日本のおヤマハもね、えー、その後一生懸命走って世界選手権を、えー、晩年、えー、いろんな ニューチャンピオンたちに託していったと。えー、私もその一人でございました、えー。いろいろお世話になりました。えー、それでは今週は矢野サリネスのお話をさせていただきました。はい、ありがとうございましたリさん、矢野さん、さようなら,さよならうわっ、はっはっはっははは。